ペイシェントカートダヴィンチことダヴィンチサージカルシステムは、米国インテュイティブサージカル社が開発したマスタースレーブ型内視鏡下手術用の手術用ロボット。名称はレオナルド・ダヴィンチにちなむ。コンソール強行内視復空の内視鏡下手術用ロボットとして初めて開発された製品であり、患者への低侵襲な手術を可能にする。システムはサージョンコンソール、ペイシェントカート、ビジョンカートなどから構成される。3つのアームと1つのステレオ 3D カメラを搭載し、アームのカセットを交換することで様々な処置を行うことができる。術者は数メートル離れた場所に置かれたコンソールに座って操作を行う。両目視で見る 3D モニターを使用して下向きの目線で操作を行うために術者の疲労が少なく視野も広く奥行きの把握も良好とされる。操作は直感的で手ぶれ防止機能もあるために、ロボットアームで毛筆で米粒に漢字を書くような細かい作業や1円玉より小さな折り鶴を折ることもできる。アームの先端には人間の手首に相当する関節があり、先端を自由に屈曲、回転させることができる。装着可能な鉗子は40種類以上あり、スケーリングも可能である。患者の横には吸引作業やカセットを交換したりする補助作業車が立つ。前立腺の全摘術では出血量の削減、術後の尿路系トラブルの減少、患者の手術満足度の向上などのメリットが確認されている。鉗子は40種類以上の形状を有する。臨床実績は年間28万例に達する。3D カメラを 8K の高解像度カメラにしたり、手術前に 3DCT のデータを転用した VR で模擬手術の演習を行うなどの工夫も行われている。一方、手応え等の食感を感知する機能がないために、縫合糸の操作等の手加減が難しく、糸を引きちぎってしまったりすることもある。アームが臓器や腹壁に接触していればわかる水損傷を合併して死亡した例が日本で報告されているが、通常の開腹手術でも起こりうるケースだった。開腹手術にしても、ロボット手術にしても、習熟度が重要である。複雑な装置ゆえにトラブルも多く、広島大学の集計では、約 1/7 の手術で何らかのマイナーなメカニカルトラブルが発生していると報告されている。しかし、このトラブルとは安全機構である、セーフティーストップが働いたことを指す。もともとは、1980年代末にアメリカ陸軍が国防高等研究計画局に開発を依頼したものである。アメリカ本土またはアメリカ空母に滞在中の医師によって遠隔操作で戦場の負傷者に対して必要な手術を行うことが目的とされた。しかし湾岸戦争が予想より早く終結したために開発は軍の関与を離れ、以後民間で開発が続けられた。1999年に完成。2000年7月にアメリカ食品医薬品局より承認された。2000年3月に慶應義塾大学病院にアジアで初めて導入。その後、九州大学病院の消化器、総合外科とともに2001年から2002年に治験として62例の胸腹部の手術がなされた。2009年に厚生労働省薬事食品衛生審議会で国内の製造販売が承認された。大阪市に本社を置く医療専門商社の株式会社足立が総代理店を務めていたが、2014年6月26日に開発元の日本法人インチュイティブサージカル合同会社に移管された。2012年4月に前立腺がんの全摘出手術が初めて保険、収載された。当時は先進医療としての認可申請はされているものの、日本においては認可されておらず、医療費は健康保険の対象となっていなかったが、2012年4月1日より、前立腺がんの全摘手術のみ、保険適用となった。診療報酬制度により、前立腺がんの手術では黒字になるものの、胃がんに使用した場合には赤字になる。日本国内最初の大学病院内へのダヴィンチのトレーニングセンターは2012年4月に宇山一郎をセンター長として富士体科大学に開所された。肺がんや消化器がん、婦人科手術にも使用されているが、保険適用が認められていないために、病院側、または患者側の個人負担で使用される。日本では SI モデルが2億4800万円、SIE モデルが1億7000万円であり、2016年9月末現在で大学病院を中心に237台導入されている。2018年の診療報酬改定で、腹腔鏡下磁気調切除、切断術などの12件の術式について承認された。2018年5月20日には TBS 系テレビドラマブラックペアン第5話にダーウィンの名称で登場している。東京都杉並区にあるニューハート渡辺国際病院は2019年におけるロボット心臓手術執刀数において世界一となりアメリカのインチュイティブサージカル社より表彰を受けている。2016年までに米国2501台、欧州644台、アジア476台、全世界で3803台が導入されている。中国は天津台、南海台、天津医科大の共同プロジェクトとして、ダヴィンチにうり二つの妙手 A という名称の手術ロボットを開発し、2010年7月天津市科学技術委員会が承認した。また、東京工業大学が開発したエマロや、Google は2015年に J&J と手術支援ロボットの共同開発を発表している。完全な無人の手術室にロボットだけ設置して手術を行う実験や国際宇宙ステーション上のロボットアームを地上から操作するなどの実験などが行われている。ダヴィンチの半額で導入しやすく新しい手術支援ロボットが登場。グーニュース。ありがとうございます。